ファンタジーシード最新情報コーナー、イエーイ。ということで、どうも流星咲でございます。さあ早速いきましょう。今回新たに追加した機能はというかね、あの前回さらっとやってたんですけど、あの地味にあの攻撃のエフェクト変えました。これ以上かっこいいでしょ。で今まで通りあのスキル発動時の色は自分で変えれるんで、どうぞお好みの色に変えてください。ということで早速いきましょう。今回新たに追加した機能はね、一番最初のファンタジーシードっていう名前がつく前の VRM を読み込んで遊べるゲームっていう、あの適当なタイトルでツイッターにやってた時にはあった、本当に最高の時にはあったんだけど、復活させました。こちらです。飛べます。ということで、次回の最新情報コーナーをお楽しみにください。ということで、リュルルルララ、またね。